君に格好よく見られたくていつだって必死さ。交渉がスムーズに進んで予定より早く戻れることになったんだ。いいよ、俺の方こそ急にごめん。家の近くでメールしようかどうか迷ったんだけど、一秒でも早く君に会いたくて。もしかしてくつろいでるところ邪魔しちゃった？今日日曜日だもんね。俺はね、完璧な恋人なんて望んでない。いつでもそのままの君でいいんだよ。むしろ積極的にいろんな君の姿を見たい。多分君が恥ずかしいと感じてることって俺にとっては可愛いでしかないと思う。だから何も隠さなくていいし、気を使わなくても大丈夫。まあその頑張って隠そうとしてるところも可愛いんだけど。わかるよ、俺もそうだから。だけど君の何もかも知りたくなって欲しくなってしまう。俺の目に映る君はいつだって世界で一番綺麗だよ。この先何年経ってもそれだけはきっと変わらない。知ってた？俺は君に恋をしてるんだ。ちょっと最近頑張りすぎじゃない？俺の適当さを見習いな。そう固いこと言わないで。はい、フローズンヨーグルト。さっさと仕事なんて終えて夕飯一緒に食べたいな。
うちのお姫様は今日も綺麗だね。君はいてくれるだけで周りを元気にしてるんだよ。